日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ブルボンの管理栄養士推奨ベイクドチーズケーキとベイクドショコラケーキを食べたいと思います。ということはいわゆる体にいいスイーツですね。どんなもんなんだろう。まずはより気になるチーズケーキから代表で開けていきましょう。やっぱり個包装のパウンドケーキなんですね。これ一つで糖質 3g だったら一箱食べたら 18g か。なんだろう、やっぱりゼロってわけにはいきませんけど、なんか安心感はありますね。もちろん食べ過ぎちゃダメですけど。そして糖質が少ないということは甘いのかな、どうなのかな。まそれは食べてみればわかりますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。体のこと、つまり あなたのためにいろいろ考えてみてきたお菓子なのよ。そのお味はどうかしら。そうですね、低糖質というだけのことはあるのか、かなり甘さは控えめであっさりしている分ちょっと大人向けですね。小さなお子様が食べるにはちょっと不満が出てくるかもしれません。一方大人で甘さはそれほどという場合はおすすめできるケーキだと言えるでしょう。これで低糖質だというのであればかなり嬉しいですね。糖質は気になる、だけどお菓子は食べたい、あなたがそのように思っているのであればぜひ食べてほしいと食べていくうちに思いました。詳細はこの後説明します。ごちそうさまでした。どちらも甘さはかなり控えめで、チーズの方はベイクドと書かれているだけあって、焼いた香ばしさが口の中に広がってきました、ね、ただ焼いた香ばしさの方がチーズより強いので、チーズのまろやかさや酸味が感じられなかったのは残念です。一方ね、ショコラケーキはチョコレートの苦みが口の中にかなりふわっと広がってきて、なんか生地は柔らかいんですけどちょっぴり大人な味わいというケーキでしたね。どちらも低糖質ですし、ダイエット中に、なんだろう、ケーキが食べたいと思った時はいいかもしれません。ただ甘さは控えめなので、甘いものを求めている場合は別の商品を選んだ方がいいと自分は思いましたね。というわけで今回はこちらのショコラケーキの方がより苦味が効いていて美味しかったので、代表として4点とさせていただきます。それでは風花を眺める穴か、この先は風花が洞窟を通っているんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。